今回は前回のラズベリーパイのセッティングの続きです。オクトパイをインストールしていきます。オクトパイとオクトプリントの違いがよくわからなかったのですが、オクトプリントを組み込んだラズベリーパイ OS のこと、またはこの OS をインストールされたラズベリーパイをオクトパイと呼ぶようです。オクトパイと検索すると、上の方にダウンロード&セットアップオクトプリントというのが出てきますのでクリックします。そしてこのダウンロードオクトパイをクリックするとダウンロードが始まります。推奨ハードウェアとしてラズベリーパイ 3B、 3B プラス、 4B を推奨していて、ラズベリーパイ0はパフォーマンスの問題から推奨されていません。次はラズベリーパイダウンロードと検索してこちらをクリックします。ここでラズベリーパイイメージャーというツールをダウンロードします。ダウンロード for Windows をクリックしてダウンロードします。 Mac の方は下の MacOS 用をダウンロードしてください。以前までエッチャーというソフトが定番だったようですが、 OS を書き込み後 Wi-Fi の設定、 SSH の設定などテキストエディターで書き換える必要があったのですが、このツールを使用するとグラフィカルユーザーインターフェースで直感的に設定することができ、かなり簡単になりました。インストールが完了するとラズベリーパイイメージャーが立ち上がりますので、 Choose OS 一番下の Use Custom が先ほどダウンロードした OctoPy の ZIP ファイルを選択します。回答しなくても大丈夫です。マイクロ SD カードをパソコンに挿してストレージを選択します。ここでフォーマットしますかというダイアログが出た場合はキャンセルで閉じておきます。もし他にもストレージを接続している場合は間違えて選択すると上書きされて消えてしまうので、間違いを防止するためにも外しておいた方が安全です。ここで書き込みする前に Wi-Fi 設定などをしていきます。コントロール、シフト、X を押します。するとアドバンスドオプションが表示されます。このタブではこの設定を今回だけ使うのか常に使うのか決定します。ディザーブルオーバースキャンは今回モニターにつながないので関係ないです。セットホストネームはデフォルトではラズベリーパイですがオクトパイに変えました。 SSH は有効にしてパスワードを入力します。公開鍵認証もできるようですが私にはよくわかりません。 Wi-Fi の設定です。 SSID とパスワードを入力します。Wi-Fi カントリーは JP を選択します。セットローカルセッティングにチェックを入れて、ここはなしでいいと思います。最後に完了後に音で知らせるか USB を取り外すかとかはお好みで、テレメトリー勝手に送信するみたいなのは外しておきます。以上で保存して書き込みスタートです。だいたい 7-8 分くらいで完了します。この画面が出ると完了です。ここでもう一度カードリーダーをパソコンに差し直します。ここでまたフォーマットしますかというダイアログが出た場合はキャンセルで閉じておきます。カメラの設定をしておきます。 SD カード内のオクトパイテキストを編集します。テキストエディターに推奨があるようで、ノートパッド、プラスプラス、VS コードなどでメモ帳は非推奨で、24行目にあるカメラ USB のオプション部分をアンコメントして解像度と FPS を変更していきます。あまり高くすると遅延が発生するので 720p にしました。上書き保存をして閉じてハードウェアを
安全に取り外してメディアを取り外すをクリックしてから取り外します。オクトパイを書き込んだ SD カードをラズベリーパイへセットします。ラズベリーパイとプルサミニを USB ケーブルでつなぎます。ラズベリーパイの電源ケーブルをつなぎスイッチを入れて起動します。ブラウザのアドレスバーにオクトパイドットローカルと打ってエンターを押すとセットアップウィザードが表示されます。または IP アドレスもいけます。 IP アドレスの確認方法はネットワークのその他のデバイスの欄にこのようなアイコンがあるので右クリックプロパティで見ることができます。ただ最初は起動に時間がかかるのですぐには出てこないかもしれません。私の場合 2,3 分くらいかかった気がします。セットアップウィザードに沿って進めていく前に Chrome の翻訳機能で日本語にしてみます。アクセス制御まで進んでユーザー名、パスワードを入力後、アカウントを作成するをクリックします。匿名の使用状況の追跡の構成ですが、私はいつもこれ系のものは無効にしています。接続チェックは有効でいいと思います。プラグインブラックリスト処理も有効にしておきます。プリンタプロファイルでは名前とモデルを入力してタブを切り替えて設定を進めます。プルサのサイトを参考にしました。 XYZ を180に変更、カスタムバウンディングボックスにチェックをつけ、 Y の最小をマイナス3、最大をすべて180に変更します。忘れていましたが、あと残り2つのタブのところはデフォルトでいいです。次へで終了です。注意書きがありますので一応頭に入れておきましょう。一度再起動します。アップデートしますかと出るのでアップデートします。プリンターの電源を入れます。ここにチェックをつけると起動時に自動接続されます。コネクトをクリックするとプリンターと接続されます。現在のノズルとベッドの温度が表示されています。コントロールにするとカメラの映像が表示されてますね。目標温度を入力後、チェックマークをクリックすると温度が上がり始めます。グラフに目標値が薄い色、現在の温度が濃い色で表示されます。プリセットから呼び出すこともでき、設定メニューから保存しておくこともできます。コントロールタブではプリンターを操作することができます。
Y 軸が反対になっているので直します。セッティング、プリンタープロファイル、鉛筆のマークをクリックでアクセスタブの Y 軸のインバートコントロールにチェックをつけます。これで直りました。カーソルを画像の上に置くとキーボードでの操作が可能になります。ここで移動幅を決めます。ノズルの温度を上げておくとフィラメントの押し、引き出しなどができます。モーター、ファンのオンオフです。ちょっと軸を速く動かしたいときは手で押したりするのでモーターを切ってないと動きません。Gコードビューワーでは印刷の進行状況を見ることができます。ターミナルは直接コマンドを送信して操作できるみたいです。タイムラプスでは時間でシャッターを切るのかレイヤーごとに切るか選ぶことができます。Gコードファイルをドラッグ&ドロップで画面の左側に持ってくると読み込まれます。一番右のプリンターのマークをクリックすると印刷が開始されます。ちなみに日本語に翻訳するとなぜかこんな感じに上下して見づらいので翻訳はしていません。完了するとここにファイルができるのでアクションのカメラをクリックで見ることができます。ただこのタイムラプスでは目的のニョキニョキするものは撮れません。オクトラプスというプラグインが必要になります。長くなってしまったので今回はここまでです。次回オクトラプスをインストールしていきたいと思います。興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。